あ、はい。それでは、始めていきますね。離散最適化基礎論の11回目の授業なんですけども、来、あの、まず、あの、先に言っときますと、来週はですね、これですね、これ27日なんですけども、お休みです。なので、教室にも、来ないでくださいということになりますし、ズームの方にも来ないでください。よろしくお願いします。これ、なんだっけ、これ自動録画になってまして、ズームに、皆さん、来るとですね、これ勝手に録画が始まります。で、退出するとですね、勝手に録画が止まるんですけども、だから一人だけ来るとですね、その一人だけ来たという、記録がですね、その録画に残ってですね、私が困るので、来ないようにしてください。来週ですね、来ないようにしてください。まあ別に来てもらっても録画が残るだけなんで別に構わないんですけども、面倒なんでよろしくお願いします。はい。それでですね、今日この列生成法で話をします。で、列生成法はですね、今日扱うよってことは、ちょっと、事前に予告していて、どこで予告していたかというとですね、このモデリングをするときに、このより複雑な問題っていうところで、ビンパッキング問題の話をしたんですけども、そこでそのビンパッキング問題を解くときに、この列生成法を使いますよって話をしました。ということなので、今日はこのビンパッキング問題を例に使って、この列生成法っていうのをはじめ紹介していくという形になります。あ、はい。それでですね、しまった。これは、こうボケてるっていうのはですね、これはですね、ここだけですね。でもこれ、他のところもボケる可能性あるんで、ちょっと困るんですけども、ちょっとまあ一応、このままやっていきます。まずそういうことなので、まずビンパッキング問題の整数計画モデリング、どのようにやったのかってことを、まず復習したいと思います。で、それをですね、列生成法を使って考えていくということになります。で、どんな感じだったかっていうと、ビンパッキング問題、こういう問題だったということですね。これビンパッキング問題です。ですね、これは例で、まあ、4つアイテムがあって、そのアイテム1つ1つ、これは1、2、3、これはアイテム番号ですね。で、それらに、それぞれに対して大きさっていうのが決まっていると。例えばアイテム1っていうのは大きさ1と。こんな感じですね。これですね。って感じ。で、瓶っていうのがあります。で、瓶っていうのは、初めにも言ったんですけども、これは日本語のいわゆるこの瓶ではなくって、この箱ですね。箱のことを瓶と呼ぶというわけです。で、これ、容量が今、決まっていて、この場合8だということですね。で、瓶の容量を守りながらアイテムをこれまあ入れていきますと。ただし、で、その時にですね、この1つの瓶の中に入るアイテムの大きさの和がですね、瓶の容量を超えてはいけないということになります。で、その時に使う瓶の数を最小にするというのが瓶パッキング問題です。はい。まあ、気分で言うと、瓶が1個だけあってですね、その中にできるだけたくさん詰め込みたいっていうのは、いわゆるナップサック問題なんですけども、ここでは、もう全部詰め込みたいっていうのが先にあって、それがもう要求です。で、それを守るときに、まあ、ナップサックの数、あるいはその瓶の数っていうのを増やしてもいいですよって、そういう設定なわけです。で、その時に増やす個数、その全体の、あれですね、瓶の個数を少なくしたいというわけです。で、まあ、この場合は、例えば、この大きさ1と3の、アイテムをですね、1つの瓶、あ、違いますね。大きさ1と7の、アイテムを1つの瓶に詰め込む。で、大きさ3の、アイテムを1つの瓶に入れると。大きさ6のアイテム1つの瓶に入れるというふうな形にすると、まあ、3つの瓶が使えますと。で、まあ、この場合、この3という個数がその最小値になるんですけども、まあ、そういう問題であるというわけでした。で、この問題どのようにその整数計画問題として考えるのかという話をしたわけです。あ、その前にまず定義ですね。ちゃんと定義をするというのは重要だって書いてあります。これちゃんと定義ますね。アイテムの集合っていうのを、まあ、ここではラージ N にします。ちょっとですね、これ後でちょっと不都合があって、奇定変数とか引定変数っていう話、反対法の時にしましたけども、引定変数の数字をラージ N で表していることを行っていたので、ちょっとそこでですね、文字が、重なってしまって、よろしくないんですけども、まあ、アイテムの集合ラージ N です。だからその文脈によってですね、アイテム、このラージ N がアイテム集合を表すのか、引定変数の数字集合を表すのかってことが変わってくるんですが、まあ、それはちょっと柔軟に対応してください。で、各アイテム、i の大きさが wi って表される。で、瓶の容量はラージ B ですと。で、この時に、まあ、何が境界なのかっていうと、このアイテムの集合 N っていうのを分割して、まあ、稽古に分割して、その N1、N2、それぞれがその1つの瓶に入る、アイテムの集合だと思ってくださいというわけです。で、まあ、最終的にこの瓶の数となるこの K を最小化するんですけども、この分割に現れるこの1つ1つのこのパーツですね。NI、NJ かな。NJ っていうのは、これですね。NJ っていうのは、その中に入っているアイテムの大きさの和が B を超えてはいけませんという形の制約がついていると。
という形になるわけです。で、そういうような問題がビンパッキング問題です、ということになってました。はい。で、それを、整数計画問題で考えたいというわけです。で、その時にですね、やったのは、二通りの、モデリングを紹介したんですけども、ここではその、より複雑というか、ややこしい方を扱ってきます。で、どういうことを考えたかっていうと、このパターンっていうのを考えるっていうことを言いました。パターン何かっていうと、今ここにアイテム4つあるんですけども、この4つのアイテムの中で、この、瓶の中に収まる、場合を全部ここに書き表しています。例えば1番目のアイテムだけ。これ詰め込めると。瓶に。1番と3番のアイテム。これも容量を守ってるから、これ詰め込めると。こんな感じですね。だけども、例えば1番と2番と3番の3つのアイテムを詰め込もうと思うと、その大きさの輪がこれ10になってしまって、瓶の容量8を超えてしまうから、それはできないという形になるわけです。という感じで、この詰め込むことができるアイテムの集合のことをパターンと呼ぶと。で、そのパターンを全部集めてきたものを、この花文字 P、カリグラフィーの P で書くというふうにしましょうっていうふうに、その時に、やりました。だからこのパターンであることの定義っていうのは何かっていうと、このラージ P がこれパターンであるというのは、その P に入っているアイテムの重さを足しても B を超えないということですね。これがそのパターンの定義でした。で、ここにはそのパターンが全部書いてあると。この、入力の場合ですね。パターンが全部書いてあると。で、気分としてはそのパターンを選びなさいっていう問題にしたいということでした。で、ですね、パターンを選択して境界を構成するという問題にしたいというわけです。でですね、この場合、例えば、ここですね。この3つのパターン。これ選ぶと、アイテム1、選ばれてる。アイテム2、選ばれてる。アイテム3、選ばれてる。アイテム4、選ばれてるので、この3つのパターンを使えば、その全てのアイテムがちゃんと詰め込めてるよってことが言えるということになります。ただし、この、3つのパターンを選ぶと、1というアイテムがこうなんか3回選ばれているので、この3回詰め込まれているようなイメージ持ちますけども、これは別に、この1というアイテム、1というのは、大きさ1のアイテムですね。大きさ1のアイテム。これはアイテム番号と同じなんですけども、この大きさ1のアイテムは、この3つ詰め込むんじゃなくって、この中のどれかの瓶に詰め込めれば全体としては、大丈夫なので、これはだからその1を3回詰め込むんじゃなくって、この1が入っている瓶、の、どこかに最終的には、アイテム1は入れるという形になるということで、そういうその重複はあってもよろしいというふうに考えるということをしてました。はい。で、それで、それを、変数として表しましょうと。XP、そのパターン P に対して、XP というその01の変数を使うんだけども、それはその1であるときにパターン P を使用する。0であるときは使用しないということを表す変数でしたということにします。で、そのときに、使用するパターンの数を最小化するってことが、使用する瓶の総数の最小化になるので、XP の総和を最小化しなさいっていう目的になります。はい。で、その時に何が制約になるかっていうと、すべてのアイテムが詰め込まれていなくてはならないということが制約になります。ので、それを書きますと。で、それはこうなるという形でした。これ何だったかというと、これ左辺に書いてあるのは、これ XP の和なんですけども、まず、初めに言うのは、各アイテムに対してこの制約があります。で、どういう制約かっていうと、この、i を要素として含むようなパターン P に関して、この XP の和を全部取ります。で、そうするとこれは、XP は0か1。なわけなので、この、左辺に出てくるのは、使われるパターンの中で i を含むものの個数になります。いいですかね。これかな。アイテム i を含み使用されるパターンの総数がこれ左辺になります。で、これが1以上だってほしいと。これが0だったら困るわけですね。その アイテム i が、どの瓶にも入らないことになってしまうので、これ困る。で、そういうことにならないように、これ1以上にしなさいっていう、これ制約がつきます。はい。で、これで、かけると。かけるっていうのは、すいません、ちょっと。コードが。はい。はい。それでかけるというのが、この整数計画モデルだったとですね。これはその、ギルモア・ゴモリによる、整数計画モデルという形になっていたということです。で、これ解きましょうって話を、その時にしましたということになります。ここまで復習な感じなんですけど、いいでしょうか。いいですか？で、それで、何が問題かっていうと、これはですね、この、ラージ P っていう、このすべてのパターンの集合っていうのを、こう含んでるわけです。で、そうするとですね、例えばこの、
最適化ソルバーでこの問題解こうと思って、そのままなんか入力して解こうと思ったら、そもそもまずその全てのパターンを知っていないといけないわけです。で、これはですね、なかなか大変なわけですね。初めからそのなんかパターン全部その知るってことを初めにこうやんなくてはいけない。で、これなかなか大変です。で、まあ知ったとしても、このパターンの総数でこれ非常に多くなり得るわけです。これ、その時にちょっと言ったか言わないか忘れてしまったんですけども、まあたくさんになり得ると。ここですね。この、アイテム数に関して指数関数的に大きくなり得ります。ということなので、まあ非常にこれ困るわけです。困るというか、つまり、そもそも、この、パターンをすべて発見する方法が手元にあったとしても、その、パターンをすべて発見するのにすごく時間がかかるとか、まあ時間がかかるだけじゃないんだけども、そもそもなんかメモリーに収まらないとか、そういう形になってしまって、まあ困るわけです。で、困るんで、あれですね。その、なんだっけ、これ、うまくなんか工夫する必要があると思います。これですね。課題。ビンパッキング問題の整数計画モデルには変数が膨大に存在するので、まあ困るということですね。はい。で、そのために、その時に言ったのは、この解決法、ね。変数をアルゴリズムの実行の中で追加していくということをします。前回ですね、まあ、前回、前々回、まあ、前回かな、その、巡回セールスマン問題を解くときにですね、もう制約がたくさんありすぎて困ると。で、その時にはその制約をアルゴリズムの実行の中で追加していくってことをやったんですけども、ここはですね、制約は、まあ、少ないんですね。ここですね。制約。これ制約はそのアイテムの個数ぐらいしかないわけですけども、変数が多いんですね。なので、この変数をアルゴリズムの実行の中で追加していくようなことをしたいってことになります。で、これがですね、今日今からやる列生成法という話、そのものになります。というストーリーです。ここまでよろしいでしょうか。で、これを今からやっていくということになります。いいですか？で、実際、まあ、どんな感じなのかってことをやっていこうと思います。ただですね、今日使う例は、この例なので、まあ、そもそもこれ、パターン、あり得るもの、パターン、この7個しかないので、まあ、この場合は、まあ、もう、なんだろう、メモリにも収まるし、このパターンも少ないので、パターンも簡単に全部見つかるので、この例を使っていくことはあんまり、適切ではないのかもしれませんけれども、まあ例なのでそういうものだと思ってください。だから、まあ実際はまあこれを使ってもっと大規模な問題が解けるという形になるというふうにまあ理解してください。はい。ではですね、列生成法の例として今のそのビンパッキング問題を解いていくっていうのをやっていこうと思います。はい。でですね、解きたい問題はこの左にある先ほどのそのビンパッキング問題、整数計画問題なわけです。で、前々から言ってるように、この整数計画問題を解くためには、線形計画緩和を解くというのが重要なプロセス、一部になっているということですね。で、線形計画緩和においては、この XP が0と1という値を取るっていうのを、普通は、本来は、XP が0以上1以下っていう形にするのが線形計画緩和なんですけども、ここでは、ちょっと面倒なので、この1以上という制約は、書かないことにします。これはですね、まあ、これちゃんと本当にやんないといけないんですけども、これやってもですね、最適解変わんないんですね。なんでかっていうとですね、これ、XP の和を最小化しようとしてるんで、最小化しようとしてるんで、そもそもですね、この、で、この XP の和が1以上じゃなくちゃいけないっていう、こういう制約だけなんで、XP の値がですね、1を超えてしまったら、それはですね、1に下げてしまっても、制約は守られるんですね。制約守られるんですよ。で、その時に、この、目的関数値減るので、最適解においては、どの変数の値も1を超えません。1よりも大きくなりません。ってことが言えます。ので、まあ、その1以上っていう制約は、まあ、その、つけなくても、最適値変わらないという形になります。まあ、ただし、制約が、これ減ってますので、許容領域は変わります。ただ、許容領域は変わるんだけども、まあ、最適値変わらないので、こっちの、このもう、1以下ですよっていう、この制約は、まあ、ちょっと無視して、無視というか書かないで、この XP は0以上ですよって形の、不等式しか書かないことにします。まあ、これはですね、最小化問題を扱うときには、たまにやるテクニックというか、話なんですけども、まあ、ちょっとここではこれを採用することにします。で、ちょっと、まあ、見た目ちょっと簡単にしてます。というのが、今これ、これを解くための、これを今から考える線形計画緩和とします。で、この線形計画緩和を解きたい。
で、基本的にはですね、列生成法という今からやるものは、この線形計画緩和を解くための手法です。前回もですね、その、巡回整列マン問題に対して、この、切除平面法というか、その、あれですね、部分巡回路除去制約を追加していくって話をやったんですけども、その時にも解いていたのは、線形計画緩和でした。で、それを使って、それは最終的には、分子限定法であるとか、分子切除法であるとかってことを、組み合わせて行うわけですけども、そのためにはまずこの線形計画緩和を解くので、解く必要があるので、そこで、やるのが、今から話す列生成法です。で、特に変数が多い場合にこれを使うといいでしょうという話になります。はい、じゃあそれをやっていこうと思います。はい。で、ちょっとこれ。で、それでどうするか。今ですね、先ほどの、すいません。この左側じゃなくて、右側の、この線、すいません。右側の、この線形計画緩和。ちょっとしまった。選べない。すいません。これを。はい。これ右側の線形計画緩和。これをですね、先ほどの例、その4つアイテムがあった例に沿って、まあ、書き直すと、こんな感じになります。パターンは7個あって、その7個のパターンに対応する、なんかこう変数があると。で、本来、例えばこの X14 とかっていうふうに書いてあるのは、先ほどのですね、記法に乗っ取れば、X の下添え字はパターンなので、で、パターン集合なので、本来はこう14っていう集合が、この下の添え字についてる必要があるんですけども、これちょっと私が、打つのがめんどくさかったんで、これを省略して X14 と書いてます。だからこれは、X14。じゃなくて、1、4っていう集合が、なんか下付きの添え字で、なんかカッコと、コンマが、省略されて書かれているというふうに思ってください。はい。っていうことです。で、そうすると、今、この7個、パターンがありますから、その7個のパターンに対応する変数の和が、あれですね、特定関数になっているという形になりまして、で、各アイテム1、アイテム2、アイテム3、アイテム4に対応する制約が1個ずつあるという形になります。で、すべての変数は0以上であるという形で線形計画緩和が書かれていると思ってください。ちょっと、で、線形計画緩和と R と呼びたいんですけども、この右側のものをちょっとこれ無視してください。すいません。まあ、本来は無視されるために書いたんじゃないんだけども、ちょっと間違ってるというか、この後の記法と合わないので、これは無視する。これは後でスライドの方も直しておきます。で、まあ、これが、解きたい問題、解きたい R という線形計画緩和です。で、これを、解きたいと。で、ここでは全てのパターンの集合を7個かけてますから、この R という線形計画緩和はこれかけてますけども、本来はこれかけないわけです。パターン全部、見つけられないから。だけども、ちょっと今仮想的にこれを解きたいというふうに思ってください。仮想的じゃなくて、これ解きたいんだけども、それが仮想的にかけていると思ってください。で、やるのは、今、この7個の変数があるんですけども、このうちの本来は一部の変数しか知らないっていう状況をまず考えます。例えば、今ですね、この X1、X2、X3、X4 っていう変数しか知らない。だから、本当は7個パターンがあるんだけど、今なんかパターンをなんか適当にこう見つけてきて、4つのパターンは今見つけましたとします。で、この1、2、3、4っていうこの4つのパターンをまず見て、これでまず問題解いてみましょうっていうことをしてみるってことを考えます。で、それがこの今変数を減らした問題というふうにこれ書いてあるところです。で、この R の中に書いてあるのは、変数を減らすってことは、つまり考えているパターンを減らすってことなので、その考えるパターンを、ここに書いてます。本来は、ここ上にあるように、1、2、3、1、2、3、4とか、1、2、1、3、1、4っていう7個のパターンを考えると、すべての変数を考えることになるんですけども、ここではそうじゃなくって、その中で1というパターン、2というパターン、3というパターン、4というパターンだけを持ってきて、それでこの線形計画緩和を作りましょうという形でこれ作ってみたというのが、この変数を減らした問題になっています。いいですか？で、まあ、どう減らすのかってことは、好きにしていいんですけども、まあ、ここでは、まあ、偶然というか、例として、1だけ、2だけ、3だけ、4だけという4つのパターンを持ってきています。で、そうすると変数の数も4つになると。で、これはですね、この場合、うまくですね、これ、ちゃんと最適機会を持つような、線形計画問題になってまして、これ解けると。で、まあ、解くと、最適解得られると。今これ最適解、スターを使って書いてますけども、すべての変数の値が1になるような、最適解が得られます。で、この場合、これ最適値は4に、最適値は4になります。なんかね。4になります。で、考えたのは何かっていうと、もともとは、この上のですね、線形計画緩和、つまり7個変数がある問題を解きたかったわけです。が、今、これ4つの変数に減らしました。で、減らしたら、まあ、一応解けたと。
だけども、この、減らして解けた問題は、もともとのこの線形計画緩和、この7個変数がある、問題とどう関係しているのかってことは、今よくわかりません。で、一応ですね、この上のですね、線形計画緩和と下の線形計画緩和を見ると、まあ、どういう形になっているかっていうと、上の方はですね、これ変数が多いわけです。X12 とか X13 とか X14 っていうのは、下の問題にはない変数になってます。で、便宜上ですね、便宜的というか、その、まあ、形式的に、この上のですね、問題の X1、X2、X14、もう一度言いますね。X12、X13、X14 ありますね。で、これ制約にももちろんこう現れてるんですけども、ここら辺ですね。ここら辺。で、まあ、ここら辺もある。で、これらをですね、全部、0と置く。上に置いてですね。と、まあ、下の問題が得られるというような形にも見ることができます。ただし、もう一つ言いますね。この1、2とか1、3とか1、4っていうパターンを我々は今知らない。ってことは、もう一度ちょっと頭の片隅に置いておいてください。だけども、上の問題知ってるとすると、まあ、こういう形で対応しているということになります。で、やりたいのは何かっていうと、下のですね、この変数を減らした問題を今解きました。で、これで、この減らした変数、つまりこの X1 に X13、X4、14って今これ無視してるんですけども、これを復活させることによって、目的関数値を小さくできるかどうかということを考えたい。というわけです。今ですね、こう下の問題を解いたら最適解が出てきて、それを目的関数値、最適値というのは4である。ということは分かったわけです。で、もしかしたら、その無視した変数、X1 とか X13、X14 を復活させると、より小さい、目的関数値を持つような解が、書いて許容解ですね。許容解っていうのができるかもしれないわけです。で、本当にそういうことができますかってことを考えるってことをします。で、それを本来はこの R っていうのをこれ知らないんだけども、それからですが、それはちょっと第二段階の話になって、とりあえず今はじゃあこの R を知ってるというつもりで、それが本当にできるかどうかってことを考えてみましょうということをやってみます。で、そのためにはですね、ちょっといろんな工夫が必要で、まずですね、この、今、この上の R っていう問題を今これ知ってると仮定するんですけども、今これはですね、制約が不等式で書かれているので、これを等式標準形に書き直します。つまり、この、例えばですね、X1 プラス X12 プラス X13 プラス X14 が1以上っていう、その不等式制約があるんですけども、その左辺にですね、このマイナス S1 っていうその S1 という新たな、変数を持ってきて、それを引いて、イコール1と。すると。ただし S1 は0以上。という形で、このスラック変数というふうに、こういうような S1 という変数を呼んでましたが、そういうものを導入してですね、この全ての不等式制約、4つありますけども、それに対して、まあ、S1、S2、S3、S4 っていう新しいそのスラック変数を導入して、全てを、等式で書くことにしてみます。で、そうすると、この真下の問題が得られます。ですね。これはその上の問題を、ただ単に今言ったように、等式標準形に書き直しただけです。で、それでですね、先ほどですね、ちょっと問題戻しますけども、この R の下の方ですね、変数を減らした問題、X1 スター、X2 スター、X3 スター、X4 スターが全部1という、こういう最適解が得られてるんですけども、その、この X1、X2、X3、X4 に1を割り当ててるという状態に対して、それをですね、そのまま上の解と見なすことができます。なぜかというと、先ほど言った通り、上の問題において、申し訳ないですね。上の問題において、X1 に X13、X14 を、違う、X14 ですね。を0としたものが、下の問題として、見なせるというふうに言ったので、今ですね、X1、X2、ああ、やってしまった。またなんだ。X1、X2、X3、X4 を1として、X1 に X13、X14 を0とすると、それは上の問題の、許容解になります。ということは、この、等式標準形に直したものにおいても、そうしたものは許容解になっているということになります。で、まあ、それに合わせて、このスラック変数の値も、まあ、うまく定めてあげる必要がありますけども、まあ、それは、ともかく、この等式標準形に直した R という線形計画緩和問題の許容解になっています。で、ここはちょっと間違っていて、だからここら辺でですね、ここら辺その中に、この括弧の中に変数を入れるか、パターンを入れるかで悩んで、いろんなところで悩んだ痕跡が直ってたり、直っていなかったりしていけないんですね。だからここが本来これですね。だからその R という、線形計画緩和において、パターン1、2、3、4だけに変数を制限したところの最適解から、今のように、この元々の解きたかった R という線形計画緩和の
許容解が作れます。で、ここでは、この下の方に書いてある変数が、引き定変数になります。だからその0であるというふうに、はじめに、決める変数ですね。で、上の4つの変数が、規定変数になっているというふうに思ってください。こちら、規定変数。ちょっとそこっていう感じの書き順が違うかもしれません。すいません。規定変数になっているというふうに思ってください。で、これは、だから、例えばですね、この、線形計画緩和 R っていう問題を、例えばその単体法で解こうと思ったときに、まあ一つのその規定として現れている、途中の段階において規定として現れているようなものだと思ってもらっていいと思うんですけども、それをやり出すとちゃんと単体法の話しなかったなと思って、まあいけないんですけども、で、そうするとですね、まあいずれにせよ、この規定変数と非規定変数の組というのがあると、その単体法のときにやったように、この目的関数をですね、引き定変数を使って表すってことができるようになります。で、それをやっていきましょうと。ここの部分は直す必要があるっていうことをちょっと書いておいて。で、引き定変数のみを用いて目的関数を表すってことを、その単体法の時にやったので、それをやってみましょうと。で、x1 プラス x2 プラス点点点、プラス x14 っていう目的関数があるんですけども、この式において、この x1、x2、x3、x4 を消しますと。で、その消すために、この制約を使うと。いうことですね。で、まあ、これをちょっと、まあ、頑張ってやるんですけども、で、頑張ってやると、実際このような式が得られます。頑張ったらこのような式が得られます。で、これは、だからこの規定変数ですね。x1、x2、x3、x4 が出てきてないような式の形になっています。このバー、このリボン消したいんですけども、毎回これが消えなくて、あ、消えた。そうですね。これが出てくる。でそうすると、何がわかるかっていうと、今ですね、この x12 や x13 や x14 の係数が、負になってます。で、これ何を意味してるかっていうと、今考えている許容解においては、それらの変数っていうのは0になってるわけですね。0になってるわけです。だけども、この引き定変数のみを用いて目的関数を表したときに、その変数の係数が負になっているので、その変数の値を正にする。だから大きくすると、この目的関数は今考えている値4よりも減りますってことがわかるわけです。つまり、例えば、x12 という変数を元に戻して、この先ほどその変数を減らした問題があったんですけども、そこに x12 を付け加えてあげると、目的関数が減る可能性がありますということが、ここからわかります。いいですか？で、それは、ま、x13 や x14 においても同じです。ね。ということで、まあ、ここでは、例えば、x12 という変数を、この情報から戻してあげるってことをしましょう。ということにします。いいでしょうか。で、そうすると目的関数値が減る可能性がある。まあ実際これ減るんですけども、ってことをやってみましょうと。つまり、先ほどですね、もともとは、1234っていうパターンしか考えていなかったんですけども、そこにこの12っていう新たなパターンも付け加えて、x12 っていう新たな変数も戻してあげましょうと。で、その x12 も戻したような、この、問題ってことができます。で、ここには、まあ、先ほどよりも一つ変数の数が多い、5個の変数を持つ問題ができているという形になります。で、まあ、これを頑張って解きます。やって、まあ、こんな形になると。x1 スター、x2 スターが0で、x3 スター、x4 スター、x1 スターが1という形の最適化がやります。で、最適値これ3です。先ほどの、変数4つしかなかった問題は最適値が4だったんですけども、この x12 という変数を戻すことによって最適値が小さくなったということになります。いいですか？で、こんな感じで変数をまあ戻していくということをします。ではですね、今これ x12 を戻したんですけども、この状況からまだ今考えていない変数 x13 や x14 を戻すことで最適値は小さくなりますかということを考えます。で、ここではまた同じことをするわけです。つまり、また、あれですね、等式標準形に直してなんとかかんとかするってことをやります。同じことです。その減らした変数を復活させて目的関数値を今の3という値よりも小さくできますかと考えます。で、やる手順が同じで、この等式標準形に書き直して、先ほどの、ちょっとここの部分がまた間違ってるんですけども、ちょっと直す必要がある部分。だここは本来、先ほどの、記法に基づくと、本来は、1、2、3、4、
1、2ってこういうふうに書きたかったんですけども、ちょっとまたなんか、統一がなくてすいません。本来こう書きたかった。で、その最適解から、またこの、この線形計画緩和の許容解を作っているという形になります。で、またこの下の部分にあるものを引き定変数、上にあるものを規定変数だというふうに思っているというふうに思ってください。で、同じように、この引き定変数の実を用いて目的関数を表すということをします。で、そうすると、またちょっとこれもですね、頑張って計算する必要があるんですけども、まあ、計算すると、こんな形になります。3プラス X1 プラス S2 プラス S3 プラス S4 と、ですね。で、そうすると、まあ、この3っていうのが今、出てきている、この許容解の目的関数値です。で、この、規定変数の定数を見ると、これはどれも、0以上です。実際はですね、ここには、この X13 とか X14 という規定変数現れてませんけども、これは、ここの、線形結合において、X13 や X14 の係数が0である、というふうに思ってほしいというわけです。だから、本来はここには、X1、X13、X14、S1、S2、S3、S4 っていうのが全部こう現れるはずなんですけども、ここに現れていないものはその係数が0であるというふうに思ってください。で、現れているものはこの係数1です。正です。だから、引き定変数の、係数は、この表現においては、この、式においては、どれも0以上になっているということになります。つまり、どの引き定変数の値を0から大きくしても、この、目的関数の値は小さくできません。いいですか？どの変数を大きくしても目的関数は小さくならない。っていうことは、どの変数を付け加えても、戻しても、目的関数の値は小さくならない。ってことなので、このことから、今ここで得られている許容解、これが、この R の最適解であるとわかります。いいですか？それはその、初めの方にあったこの単体法の原理を思い出してほしいわけですね。という形で、本来は、ここにあるように7個の変数を持つような線形計画問題だった R という問題が、変数を5つ考えるだけで解けました、ということになるわけです。ここまでよろしいですか？まずこれが、原理1です。もともと7個変数があった問題が、この、ここを書き直す必要がありますけども、5つの変数を持つだけの問題を解くことによって解けた、ということになります。で、こういうことがまずできるということがまず重要です。あ、こういうことがまず可能であるということが重要ですね。で、ここ第一段階です。ここ第一段階。いいですかね。ここまでいいですか？で、先ほどからずっと言ってるように、本来この R っていう問題、我々これ知らないわけです。この X1、X2、X13、X14 を、とかっていう、部分。あ、この場だから X13、X14 ですね。これ知らないわけです。で、R 知らないわけです。で、R 知らないので、この引き定変数の実を用いて目的関数を書き直すっていうこともできません。本来は。だからそれを、なんて言うんだろう。この R を知らずに、その、無視した変数を戻して目的関数値を小さくできますかっていう質問に答えなくてはいけないっていう部分ができないといけないわけです。わかりますかね？今この R、これは、私、これ、我々これ知らないわけですね。知らないけども、それをやんないといけないわけですね。そんなことできるのかという話になるんですけども、これができるっていうのがポイントです。課題、もう一度、今言ったことを、言いますね。課題として、そもそも全てのパターンを知らないので、R という、元々の線形計画緩和も知らないわけです。だから、今やったような引き定変数の実を用いて目的関数を表すこともできません。だけども、それにもかかわらず、その、知らない引き定変数を戻して目的関数値を小さくできますかっていうことをしなくちゃいけなくって、それをですね、別の最適化問題として解くってことを実際はします。っていうのが解決策です。前回ですね、その巡回整列版問題で、その、部分巡回路除去制約を付け加えるときに、最小カット問題を解くことによって、それを行うって話をしました。で、ここでやるのはそれと非常に似ています。だからその時は、もう一度言いますね。部分巡回路除去制約を付け加えて、最適値が、良くなりますかっていう判断を行うために、最小カット問題という別の最適化問題を解くということをしていました。で、ここでも、その、引き定変数を、戻すことによって、目的関数値が実現できますかっていう質問に答えるために、別の最適化問題を解くということをします。
で、どういう問題になるのかってことを今説明していきます。いいですか？で、それをやっていきます。で、これ先ほどの問題です。書いた。これ、先ほどと同じ部分です。ちょっと文字の大きさ違いますけど、同じです。で、じゃあ、ここに、じゃあ、例えば、X13 っていう、変数を戻したとしましょうと。で、そうすると、その時の、に得られる最適化問題がこうなるということがわかります。で、どうなるかっていうと、その X13 を戻すので、X13 がまず、目的関数に足される。ことになります。で、X13 っていうのは、その1と3からなるパターンに対応する変数なので、アイテム1に対応する制約とアイテム3に対応する制約があるんですけども、それらの中にも X13 が足されることになるという形で、一つのパターンを戻すと、この目的関数と、そのパターンが含むアイテムに対応する制約の左辺に、その変数が足される。ことになるってことが、この最適化問題の作り方からわかります。いいですか？だから、先ほどはその R っていう、その元々考えていた、その知らない問題全部の変数があるものを考えていたんだけども、一つの変数を戻すっていうのはこういう形で簡単にできます。いいですか？で、まあこれは、まあ一つ変数戻した形で、で、それで、じゃあこの、X13 っていうのは今、この元の問題においては、上の問題においては、まあ仮にその0と置かれていた変数になるわけですけども、それ否定変数なわけです。で、それを使って、この、目的関数を、否定変数は使わずに否定変数だけで表すということは一応できるわけです。で、それをやってみます。で、それをやってみるとこんな感じになると。今、書いてある目的関数の、まあ、規定変数は、何だったかちょっとパッと思い出せないんですけども、それを消して、規定変数だけで書くとこんな形になると。で、そうすると、まあ、この中に X13 が現れていて、その係数が負であったら、X13 を戻すことによって、確かに目的関数値は減らせるなってことがわかるんですけども、実際これ書いてみると、X13 が現れないって形になります。つまりこれは X13 の係数が0である。ってことを意味していて、これは X13 を戻しても目的関数値は減らせませんってことを表しているということになります。いいですか？で、今これは X13 を戻すってことをしたらこうなったってことをやったんですけども、これをまあ他のパターンでもやりたいってことになるわけです。だけども、初めに言った通り、パターンをすべて今我々知ってるわけではないわけです。ということなので、仮に XP というなんかわからないパターン P に対応する、変数を戻したら、ここの最適化問題の表現がどうなるのかってことをまず考えます。で、それをやってみます。で、それはこんな感じです。今その P というパターンは知らないんだけども、その P のというパターンに対応する変数 XP を戻したとすると、この最適化問題こうなります。と書けます。で、XP はまず、この目的関数に足されます。で、先ほど言った通り、この XP というこの P がパターンなので、このパターンに含まれるアイテムに対応する制約のところに、この XP という変数が足されてきます。で、それは P が決まらないと決まりません。ので、それが、わかんないので、この前になんかこういうちょっと怪しげな記号のもの、この括弧を書いてるんですけども、この括弧は、で、これは実は0か1の値を取るものだと思ってください。これちょっと右上にこれ書いてあるんですけども、この i in p、括弧。これは i が p の要素であれば1、そうじゃなければ0という値を取るなんか定数、係数だと思ってください。だでこれはその p によって変わってくると。で、その1に対応する、アイテム1に対応する、制約においては、この XP の前に1が P の要素ですか、要素じゃありませんかっていうことを表す0か1がくっついてくると、掛け算で。だからこれは、その1が P の要素であれば、この部分は XP そのものになりますし、1が P の要素でなければ、この部分は消えて0になるということです。つまりこれによって、アイテム1を含む場合には、この XP がこの制約に足され、そうでない場合には足されない。ということが表現できるようになります。いいですか？で、それが、アイテム1に対応する制約、2に対応する制約、3に対応する制約、4に対応する制約について、それぞれ書かれているという形になっています。で、こんな形で、今、P という
パターンは知らないんだけども、知らないんだからもこういう形の、その戻した時の、最適化問題の形は書けます。じゃあこれ書けたので、先ほどと同じように、この XP は今これ引き定変数だと思ってるんですけども、それを使って、この、目的関数を表してみましょうってことをやってみます。で、それは同じような計算をしてあげればよいです。で、実際こうしてあげるとこんな感じになります。これはまあ、頑張ってやるんですけども、これやります。で、そうすると、これ XP こう残って、その前になんかこう係数がこのカッコを使った形でこう出てくるということになります。で、先ほど言った通り、これなんかこれ係数なんですけども、これが負であったら、XP を戻すことによって、目的関数値を減らせるってことになるわけです。いいですか？つまり何かというと、これ今、これ XP の係数と呼んでいるもの、これが負になるようなパターン P はありますかっていう判定をしたいわけです。もう一度言いますね。この XP の係数、これが負になるようなパターン P はありますかっていう問題を解けばよいと、そうなります。書きますね、今言ったこと。だから解くべき問題はこれですと。今書いてあった、この部分、これは先ほどのその XP のこれ係数です。で、これを今、最小化しましょうと。最小化しましょうと。で、制約が何かというと、この P がパターンである。パターンの中で、この先ほど言ったその XP の係数を最小にするものを求めましょう。っていう問題を考えます。これだからこれ最適化問題です。最適化問題です。で、この最適値が0未満、つまり負だったら、この XP という変数を戻すことによって、元の最適化問題、元とっていうか、その、今考えていた、これですね。この、最適化問題の、目的関数値は減らせる。まあ、減らすことができる可能性があるっていうふうに言わないと、ちょっと、正確じゃないかもしれませんけども、まあ、付け加えることによって損はしない。付け加えると良さそう。っていうことはわかるわけです。だから、その最適解、P、この問題ですね。この問題の最適解 P をその元の問題に追加する。XP を追加するってことをすると。で、そうじゃなくって、この、最適化問題を解いて、その一番この係数を小さくするようなパターンが分かりましたと。だけども、その係数が0以上だったらどうなのかっていうと、どんなパターンを付け加えても、その、どんなパターンに対応する変数を戻しても、目的関数値は良くならない。ってことになるので、今得られている解が、解きたかった線形計画緩和問題 R の最適化だと分かるということになるわけです。だからこの段階で、だからこの問題解いて、その最適値が0以上だったら、このプロセス終了、今持っている解が解きたかった線形計画緩和の最適解分かりましたという形で終わるわけです。いいですか？ここまで。で、これ解きたいと。で、さっき言った通り、この括弧。これ何だったかっていうと、これは、1か0の値を取って、まあ、4が P の要素だったら1。で、そうじゃなかったら0と。まあ、こういう値を取るような、ものをこの括弧で書いていたと。まあ、この括弧実は、名前があるんですよ。ちょっとそれ置いといて。で、これは何を意味してるかっていうと、この問題自体が線形計画問、整数計画問題として書けるってことを意味してます。で、それ次に言います。こんな形がいると。つまり、今この4が P に含まれてますっていう、これ自身を今、この Z4 という新しい変数に置いてます。だちょっとその対応を書きますね。だから今、ここ上で、4が P に入ってるかどうかってことを表すものが、下の問題では Z4 という変数に対応しているという形になってます。で、Z4 とか、だからこれはその2とか3の場合もありますから、Z2、Z3 もあると。こんな感じですね。で、それらの値は、0か1じゃないといけない。それはこの括弧の値が0か1だから。で、今ですね、上では、これ最小化問題なんですけども、この、目的関数の符号をひっくり返して最大化問題にします。だから、これ今、マイナス、マイナス、マイナスのところは、これ全部これプラスになっています。で、1のところはマイナス1という形になっていて、この上のものの、この括弧の部分を Z で置き換えて、符号を反転させたものが、この目的関数になります。で、トリックは、それは、その P に入っているアイテムを選んでくると、瓶の容量に収まっている
ってことがパターンの定義だったので、それは、この Z1、Z2、Z3 っていう、Z3、Z4 という、変数を使って、このように表せると。この瓶の容量が8でした。で、各アイテムの大きさが1、3、6、7だったので、それを係数として、その、各アイテム、i を入れるか入れないかを表す変数 zi の前に置いてると。いう形で書けると。だからこれ上と、まあこれ等価の問題です。ですかね。で、これは整数計画問題です。だから一応まあこれは別の最適化問題になっていて、で、この、問題を解いて、最適値が0にも大きかったら、今この正の負と負を入れ替えているので、0よりも小さかったっていうふうに言ってた元々の条件は、これは0よりも大きいになります。0よりも大きかったら、この最適化に対応するパターンを追加する。上と同じですね。で、そうじゃなかったら、今考えていた解っていうのが、解きたい、R の最適化になっているということになるわけです。いいですかね。だからまあ、この問題を解ければよいということになります。で、これはですね、じっと見ると、この部分、で、これは実際、ま、解くところ最適化0になります。ので、これによって、現在の解が、だから今これ、この下の方の場合になるということがわかるので、現在の解が、解きたかった R の最適化になるということがわかるという形になります。はい。で、実際は、この下の問題、これよく見ると、これですね、このマイナス1無視すると、この部分、これはですね、ナップサック問題になっているということがわかります。だから、各、だから、今、アイテム1、2、3、4ってのがあって、その重さが1、3、6、7。で、ナップサックの容量が8。で、価値が、アイテム2、3、4においては1だけども、アイテム1の価値は、ここに現れてないのが0である。という、そういうナップサック問題になっているというわけです。だから、何を言ってるかっていうと、この、ナップサック問題を解いて、何か判定をすることによって、ビンパッキング問題の線形計画緩和が解けるようになるという形になります。で、気分としては我々もナップサック問題の解き方知ってるわけです。まあ、何回か前に、分子限定法を初めて説明したときにナップサック問題こうやって解きますねって形の話したと思うので、まあ、そういう形で解いてあげればよろしいということになります。で、まあ、それは気分なんですけども、実際、だから、ま、ナプサク問題は割と、整数計画問題の中でも簡単な方の部類の問題になるわけです。で、まあ、その簡単な整数計画問題を解くことによって、より難しい、ビンパッキング問題という、整数計画問題の線形計画緩和が、これで解けますよ、という形になります。いいですか？わかりますか？次は？で、一応ちょっと言っとくんですけども、この問題ですね。この問題。この、だから、なんだろうな。下の等価の問題でもいいんですけども、その問題を解くことによって、今その変数を追加する、戻すことによって、目的関数値を小さくできますか、できませんかってことを判断するための問題のことを、ここに書いてありますけども、プライシングプロブレムとか、価格付け問題というふうに言ったりします。まあ、なんで価格なのかってことは、ちょっとここでは説明しないんですけども、まあ、そういう名前がついているということになります。で、まあ、気分としてはこの価格付け問題を解くことによって、変数を戻すことが意味のか悪いのかってことが判断できるという形になって、その判断に応じて変数を追加していく。か、追加しないで、今の解が最適解かってことが分かるかってことが、決まっていく。というのが列整性法です。わかりますかね？この後に、あれですね。フローチャートを書けばよかったんですけども、ちょっと横着して書かなかったのがいけないですね。よろしいですか？これが列整性法です。こんな形で一つ一つ、変数を戻していくかどうかってことの判断をしていくと。で、戻しても、で、最適化が得られていくと分かって、そこで終わるっていうのが列整性法です。はい。まあ、今これ例で話していたので、次、一般論を話したいんですけども、じゃあちょっとここで3分ぐらい休憩をして、その後で一般論をやるという形にしたいと思います。じゃあ3分休憩します。じゃあすいません、教室の方ちょっと、3分間ちょっと換気の方ご協力お願いします。で、ちょっと待ってくださいね。時計が今隠れちゃってるので、時計出しまして、じゃあ3分、休憩をします。3分休憩をします。
はい。はい、それでは休憩終わりになります。教室の方すいません。換気の方おしまいということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、今、話をしたのは、まあ、例だったんですけども、もうちょっと、一般論の形で話をしていきたいと思います。で、一般論、いつもの通り難しいかもしれませんけども、まあ、雰囲気をお伝えするという形になります。まあ、気分としては、これですね。ここに書いてあるような、大丈夫かな。はい。気分としては、ここに書いてあるような、等式標準形の線形計画問題。だから、まあ、これはその、等式標準形の整数計画問題があって、その、まあ、緩和問題を考えていると思ってください。ということになります。で、対象化ですね。って形で書かれていると。で、こういう問題を考えると。で、今、この A っていうのは、これ、係数行列なんですけども、この各列ですね。これが、A1、A2、点々点、AN となっているというふうに思ってください。で、まあ、列生成法って言ってるのは、行列を初めから持ってるんじゃなくて、このうちの 列を追加していると。で、列を追加していくんだって今イメージになっていると思ってください。だから、まあ、列だから、まあ、列生成と呼ぶという感じですね。はい。で、今この変数の添え字集合、この列の、変数、の添え字集合を、この、ラージ大と書くことにします。だから、まあ、列の添え字が1、2、点、点、点、N になっていると。こういうふうに思ってくださいと。で、やるのは、まずはじめにですね、この列の、変数、列の変数で言っちゃいますね。列の添え字を適当に、選んできます。で、まあ、ここでは J とします。で、その変数をこの J に対応するところに限定しますということをします。で、それで書いたのがこれですね。今、本来この、C とか X っていうのは、
この添え字を i とするようなベクトルなんですけども、今これ j に限定したら、それはこの cj とか xj と書くことにしましょうということにします。で、行列の方も、この j という部分に、の列に限定したら、この小行列ですね。行は変わらない。列が j だけに限定されているような行列のことを、この aj と書きましょうというふうにします。で、形で、その j に限定した問題、だから変数として j に入っているものしか見ない問題をこのように書くことにしましょうと。rj と書くことにしましょうと。で、それは、ここの書かれているような線形計画問題になります、ということになります。で、まあ、仮定としては、これは解けると。解けるってその最適解を持ってる。ということは仮定しましょうと。で、そうすると、まあ、これは等式標準形なので、単点最適解存在すると。いうことになって、その単点最適解を一つ持ってきて、それを XJ スターと書くことにしましょう、というふうにします。で、これを使って考えると。で、何を考えるかっていうと、今これ変数を J に限定しているので、J 以外に入っている変数を戻して、今考えているこの単点最適解の、目的関数値よりも小さい、解というのが、小さい目的関数を持つ解というのが上の元の問題にありますかということを考えるということが、やりたい判定です。ね。だからこの、large J に入っていない J という、添え字に対応する XJ という変数を復活させて、目的関数値を指定できますかということを考えたいということを思います。はい。で、どうするかと。でですね、これもともとの今、その RJ というその J だけに限定した問題です。で、ちょっとここでですね、その、単体法どんな感じだったかということを思い出す必要があります。で、今この J という部分に、変数は、限定してるんですけども、これ今最適解ありますから、その単点最適解に対応する規定変数の添え字集合と、非規定変数の添え字集合をそれぞれ B と N というふうに書くことにします。だからまあこの部分が B。だからこの B の部分は、なんだっけ、正方行列で逆行列持ってるっていう形になっていると。で、残りの変数が N という形になっているというふうに思ってください。で、それでまたこの、列がこの B と N に分かれている。J という部分が B と N に分かれているとすると、この、CJ 点値 XJ のこの J の部分がこの B と N に分かれているという形になって、この目的関数、これですね。これがその、ま、規定変数の部分と非規定変数の部分に分けて書けるという形になります。ですかね。で、この行列の部分ですね。AJ ここですね。この部分も、XJ 今書けてるんだけども、この AB の部分と、AN の部分。まあ、この青い部分。これが AAB、AB だと思ってください。AB。あ、見えないですね。すみません。見えない。で、しかも黒がない。まあ、でもちょっと見えないけど、どうしようかな。これ見えるかな。AB。AN。こんな形になっていると。で、これを使って、AJ、XJ っていうのも AB、XB と ANX に、N に分けられるという形になります。ということですね。これを使って、この等式見ると。この等式見ると、どういうことが言えるかっていうと、AJXJ イコール B なので、あ、まずその前に、この式ですね。この式から、XB イコールっていう式を作ります。今、AB は、逆行列持つというふうに言ってましたから、この ANXN を左に持っていって、AB インバースかけると、こんな話になると。ですかね。XB こうなりますと。で、この XB を、この、目的関数のこの XB のところに入れます。で、入れると、CB 点値は同じで、この二つの部分が、こう二つの部分でいきまして、残ってる CN 点値 XN がここですね。って形で書けると。で、これをちょっと整理すると、初めの部分は同じで、後ろの部分、この XN でくくると、こんな形になると。こういう形になっているということですね。で、今、だから今この X スター J っていうこの単点最適解に応じて、この B と N っていうのを定めたので、この XN の係数はこれ全部、正になってます。もしここがなんか負の成分があったりすると、ある XN を大きくして、目的関数値下げられちゃうことになってしまうので、そうではなくって、この最適性から、この部分の係数のベクトルは全部0以上、なっているということがわかります。こうですね。書いてますね。0以上になるということがわかるというのが、その、ま、単体法の原理だったというふうに、ま、思い出してください。はい。で、今はこれは、その、J という問題解いたときの話、RJ という問題解いたときの話で、ここに、この large J に入っていない添え字 J に対応する XJ という変数を戻したらどうなるか、ということを考えます。
で、そうすると、だから今こんな感じですね。J と2、J2、ラージ J に、スモール J を付け加えたような数字を考えると、目的関数にこれ CJXJ が付け加わります。で、この制約の部分どうなるかっていうと、もともとはこのラージ J っていう部分だけの行列を考えたんですけども、この XJ が付け加わることによって、この AJ っていうこの列を考える必要が出てきます。だから、元々が AJXJ だったんだけども、それに、この AJ という、なんか AJ ばっかりって言ってわかりませんね。スモール A、スモール J という、列ベクトルに対応する部分が付け加わるということになります。わかりますかね？いいですか？イコール B です。で、XJ も0以上じゃないといけないと。いう形で、この J という、そのスモール J という、数字を付け加えた場合の問題というのがこう書けるということがわかります。いいですか？で、さっきやったあの例のようにやると何かっていうと、この元の問題、この左の問題の最適解を右の問題の、境界だと思って、この目的関数を引き定変数を使って表す。ってことをするということをやります。で、今、この、X が、だから、なんだろう、この X に対して、この先ほどと同じこの B と N って分け方、これするわけです。するわけです。で、そうすると、まあ、同じように、こう書けますとね、この目的関数は、先ほどの分けたところに、この CJXJ がこうくっついただけと。制約の方も、先ほど分けた部分に、この AJXJ がこうくっついただけという形の式が得られます。で、そうすると、この下の式からやっぱり、XB イコールっていうのはこれ書けるわけですね。これ書いてみると。で、これはちょっと、先ほどよりもややこしいですけども、まあ、書けまして、まあ、こんな形の式になるということがわかります。いいですかねと。なんか、なんでかっていうと、ちゃんと言いますね。今、ここの式ですね。この式の左辺が、これなので、こういう式が出てくると、いうことになりますね。すいません。なんかさっき違う説明したような気がして、ちょっといけなかったですね。この式を使って、この、左辺を、これで置き換えて、XB イコールっていう式を作ってます。ですね。だから、この B がこの出てくるのが重要ですね。すいません。はい。で、それで XB かけたので、この上の式、におけるこの XB をそれで置き換えたのがこの式です。で、これは長くて読めないんですけども、まあ、だから、やってることは上の XB をこの XB に入れるだけ。入れてるだけ。だからこれはこの目的関数を書き換えてるだけだということになります。で、そうすると、これ、まあ、順々に書き換えていくと、この XJ の係数が出てきます。これは、式の変形をちょっとジャンと追う必要がありますけども、追うとこれが出てきます。で、この係数が、正なのか負なのかってことを知りたいわけです。で、これが負だったら、この XJ という変数を戻す、復活させることによって、目的関数が小さくできるということになるわけです。ちょっとこの式変形ちょっと今、じゃあ30秒ぐらい取りますんで、ちょっと見てください。正しそうかなって、ちょっと見てもらって、これ正しいかなと思ってください。で、この、すいません。この、オレンジの部分が、0未満なのか、0以上なのかってことは重要だってことが、今後の話になってきます。いいですかね。あと10秒ぐらい取りまして、見てもらって、正しいかなっていうふうに思ってください。うん、はい。で、それでですね、このオレンジの部分が、負だったら、この XJ 復活させたいということになりますし、そうじゃなかったら、今得られているこの解が、元の問題 R の最適解になるということになるわけです。で、今、この式は先ほどの最後の式と全く同じですね。で、今言ったのは何かっていうと、この係数が負であることと、XJ を戻すと目的関数値を取得できるってことが、まあ、同値である。これ実際これ、まあそうですね、取得できると。ということになるので、実際この、この量ですね、この量が負になるような、変数、とか、この添え字、スモール J がありますかってことを知りたいと。ということになるわけです。ここまでいいですか？だからここまでがその先ほど話しているところ第一段階ですね。だけども、我々この AJ っていうこの行、その A っていう行列のすべてをこれ我々これ知りませんから、これをその簡単に判定できるわけではないわけです。
だけども、まあ一応その、判定法を、手順で書くとこんな話になると。まず、この左辺を最小にするような J を見つけましょう。っていう問題を考えます。これが先ほど言ったその価格付け問題になります。プライシングプロブレムになります。で、その最適値をアルファとして、アルファが負だったら、これですね。この場合になって、そのアルファを達成するような、だからこの問題の最適化ですね。J っていうのを問題に追加してあげて、解き直すってことをします。で、そうじゃなくって、この問題の最適値が、アルファが0以上だったら何かっていうと、任意の J に対して、この値が0以上になるわけです。最小値を考えてるから。つまり、どの変数を戻しても、目的関数値が小さくならない。ってことになるので、今持っている X スターが解きたかった R の最適化になるという形になります。いいですか？ということで、この価格付け問題が解ければいいんだけども、この解き方がわかんないという形になるということになります。で、これはですね、一般論としてこういうふうに解けばいいですよって話はありません。私はないと思ってます。はい。で、そういうことになるので、この価格付け問題をどう解くのかっていうのは、これはその、今手元にある線形計画緩和がどういう問題なのかっていうその構造をしっかり見ることによって、対応が変わってくるって形になります。で、まあそれはまあ、今言うなれば、この個々の問題の構造を使って解くという形になります。で、先ほどやっていた、ビンパッキング問題の場合には、この価格付け問題が、ナップサック問題になると。いうことになるわけです。まあ一応その説明もします。だから、ビンパッキング問題の時には、こんな感じです。今これ、上のはこれ解きたい、価格付け問題です。価格付け問題です。で、ビンパッキング問題の宣言計画感はどんな感じだったかっていうと、こんな形でしたと。これ先ほどの形ですね。で、そうすると、これ考えている、この、制約に出てくる、係数行列っていうのは、ちょっとこの見た目からは全然わかんないかもしれませんけども、まあ、こんな感じで、この N、これはアイテムです。この N はアイテムです。アイテム集合に対応する行と、パターンの集合に対応する列がとたくさんあって、こういうような形の係数行列になっています。で、今やってるのは、いくつかの、パターンは知ってるんだけども、そこに新たなパターンを付け加えたらどうなりますかってことを考えるっていう話になっていると思ってください。はい。だから、今、ここ上の、その価格付け問題で言っている J っていうのがパターンに対応しているということになります。いいですか？で、CJ って言ってるこの J がパターンなわけです。で、そのパターンに対応する、この CJ、つまりこの、目的関数における係数は1です。いいですか？だからこのパターン P に対するこの目的関数のこの係数は1です。ですかね。これはこの形からわかると。じゃあ、このパターンに対応する、パターン P に対応する、この A におけるこの行っていうのはどんな形になってるかっていうと、こんな形になってますと。で、どういう形かっていうと、この、これ列ベクトルなんですけども、この、行の数っていうのは、このアイテムの数だけあるという形になってます。で、だからそのアイテム I に対応する行っていうのはなんかあるわけです。アイテム1から N まで順番に並んでると。で、アイテム i に対応する行の値はこれ0か1なんですけども、それはアイテム i が p というパターンに含まれていれば1、そうじゃなければ0という形のこれ行列になっています。で、これはここの場の部分を、ああ、しまった。また出なくなってしまった。これどうやったら復活できるのかな。毎回。この、ちょっと、マウスカーソルで見てください。すいません。この和の形をじっくり見れば、この AP、この、P というパターンに対応する、この行列の列がどうなっているかということはわかります。という形で、この AG がわかるという形になります。で、それで書き直してあげると、こんな形になると。今、この上の、この、価格付け問題っていうのは、だから、このパターン、この J なんだけども、これパターンを見つける問題になっていると。で、CJ は1で、AJ っていうのはこんな形なので、これはだからこれ CB 点値 AB インバース。で、この、今、この B は分かってます。ラージ B は分かってます。この、ラージ J、これも分かってるので、この CB 点値 AB インバース、これは計算できます。計算できます。で、それは、これ、ベクトルなんですけども、その、P に入っている、アイテム I に対応する成分を全部足してるっていうのはこの部分の、この CB 点値 AB インバース AJ
の形になってます。で、それはこの AGA が、この形で、ちょっと出ないのが、これを、どうすると。エスケープ。あ、出ないな。これをやってこうするのかな。あ、書けそうですね。あ、書けた。書けた。この、列ベクトルの形から、この、CB:AB:AGA がこう書けるというのはわかります。ちょっとこれは、ちゃんとやんないといけないんですけども、ちょっとちゃんとやってないですね。で、そういうそのパターン P を見つけるっていう問題になりまして、で、これは先ほど言っていたような形で、ナプサック問題に書き換えられるという形になります。で、ちょっとちゃんとやろうとすると、まあ、こんな形ですね。こんな形になると。こんな話ですね。パターンを見つけるっていう部分は、その、こうですね。こんな形で、制約で書けまして、この、目的関数の部分も、この ZI っていう新しいその01変数を使うことによって、こう書けるという形になります。ということで、これが、先ほどの書き換えを行うと、この部分ですね。この部分を最大化するような、ナプサック問題になると。で、その最適値が1を超えるか超えないかってことによって判定ができますと。という形で、まあ、ビンパッキング問題の場合には、このような形で劣性正方が使えますということになります。ちょっと最後駆け足になってしまっていけなかったかもしれませんけども、ここまでいいですか？よろしいでしょうか？ちょっとはその、式が煩雑で、あんまり嬉しくない。ですけども、まあ、こんな形になると。だから、まあ、はじめの例を、理解してもらえれば、まあ、十分だと思うんですけども、だからですね、この、価格付け問題ですね。これ解くのは割と、難儀というか、難しくって、まあ、ビンパッキング問題の場合は、こういうふうになりますよっていうふうに今言ったんですけども、その、まあ、手元の皆さん、解きたい問題があるときに、その劣性正方を適用しようとするときに、その、価格付け問題というのはどういう問題になるのかってことをちょっと見極める必要があって、それは実は大変な部分だったりします。で、まあ、それがうまく解ける場合には、すごく有効な手段になるという形になります。まあ、これが一般論というか、まあ、こういうものになるという形の話です。はい。で、ただですね、今言ったのは、こんだけ頑張って解けてるのは、線形計画緩和だけです。これですね。これさ解けてません。で、本当に解きたいのは元々の線形計画問題が、整数計画問題なわけです。で、それどうするのかっていうと、やっぱりこれは、その分子値限定法とかそういうものに、まあ、戻る必要があるわけです。だからこの線形計画緩和は今解けたんですけども、そこからちゃんとこの整数計画問題解くっていうことにするには、まあ、ちゃんとそこに戻らないといけない。で、そうすると、まあ、分子限定法と、劣性正方っていうのを組み合わせましょうということになります。ただ、まあ、気分としては、分子限定法の部分でちゃんとその場合分けと枝刈りは行うと。で、その一つ一つの部分で線形計画緩和を解く必要があるんだけども、そこで、まあ、劣性正方を使いましょうということになります。で、重要なのは、この分子限定法を行うときにも、はじめは全ての変数を知ってるわけではないということです。部分的な変数しか知らないで、その中で分子限定法を行っていって、途中途中でだんだん変数が劣性正方によって追加されていくって形になる。ってことの方法、そういう手法のことを、ブランチ&プライスと言ったりします。分子価格法と言ったりします。その変数を徐々に追加しながら、場合分けと枝刈りを行っていくという話になります。で、まあ、ここまでやれば、まあ一応その劣性正方を使って、ちゃんと整数計画問題が解けるようになります。ということになります。で、いろいろと注意点があります。先ほど、この劣性正方を適用するためには、そこで現れてくる、この価格付け問題、プライシングプロブレムっていうのを、どう解くのかってことを、問題の構造に、をちゃんと見て、決める必要が、考える必要があるっていうふうに言いました。で、そうすると、この、分子限定法0とか、ある変数だったら1とかっていうふうにこう決めるときができます。で、そうすると、それによって、問題の構造が変わる可能性があります。構造って何なんだっていうふうに、わかりませんけども。だから、先ほどのビンパッキングのようなイメージで言うと、もともと初めはビンパッキング問題の線形計画緩和問題を解いていたつもりだったんだけども、ある変数を0とか1に固定していく段階で、考えている問題がビンパッキング問題とみなされなくなる場合があるかもしれないということです。まあ、ビンパッキングの場合はそれないんですけども、
ないと言っていいのかな、ないと言っていいかどうか、ちょっと今自信がないんですけども、あんまりないような気がするんですけども、そういうことがあったりすると、その熱生成法のやり方自体をちゃんと考える必要があって、その点はちょっとこの分子化学法における難点です。だから部分問題にも熱生成法が使えるかどうかってことはちゃんとこれ気をつける必要がありますので、それはその、この分子化学法を適用しようと思う場合には気をつけてください。ただ、先ほどのビンパッキング問題の場合には、そのビンパッキング問題の、整数計画モデリングを話したときにちょっと話したんですけども、線形計画緩和の性能が非常に良いです。線形計画緩和を解いて、その答えがそのまんま元々のビンパッキングの問題の最適解になるっていう可能性が非常に高いです。ということで、ビンパッキングの場合には、この分子化学法をやろうと思わないで、この列生成法の段階でもう終わってしまうってことがよくあります。っていうのは、先ほどの、列生成法というか、その元々のその、モデリングですね。そのギルモア・ゴモリのあのモデルっていうのが非常に良いモデルだったっていうことが起因して、この列生成法だけで、その線形計画緩和を解いた段階で、もうすでにビンパッキング問題そのものの線形計画問題の方が解けているっていうこともあるので、まあそういう場合にはあんまりこの分子限定法の方を、まあ、気にする必要はないっていうことになったりします。はい。まあ、そんな形で、まあ、いずれにせよ、この、まあ、二つの、手法を組み合わせたもののことを分子化学法と言ったりしますので、まあ、そういうふうに、文献とかで書かれるっていうこともあるので、まあ、そういうつもりで眺めてみてください、ということになります。はい。よろしいでしょうか。ではですね、最後10分ぐらいにの話として、この列生成法と相対問題っていう話をちょっとしたいと思います。で、ちょっとここは、雰囲気だけって感じになります。何かというと、今ですね、列生成法っていうのは、この変数が多い問題に対して、変数をどんどんこう付け加えていって解いていくんだよって話をしたわけです。で、前回と前々回にやっていた、こう、切条平面法っていうのは、制約が多い問題に対して、制約をはじめは無視して、どんどん制約を付け加えて解いていく手法ですよっていうような話をしてました。で、そうすると、なんかこの二つっていうのは、まあ、なんか思想が似てるような気がするわけです。列生成法は、変数を減らして、どんどん追加していく。切条平面法は制約を減らしてどんどん追加していくということになるわけです。で、実際、この二つっていうのは関係が非常に深くて、どういう形で関係しているのかっていうと、相対問題を通してみると、この二つっていうのは実は、まあ、全く同じというか、深い関係があるってことがわかります。ので、ちょっとその雰囲気をここでお伝えしたいと。で、そうすると、またこの相対問題とか相対性の復習をしなくちゃいけなくって、これがちょっと難儀なんですけども、難儀ってちょっと今日よく言うな。ちょっと嫌なんですけども、まあでも、これやらないとちょっと話ができないので、復習をしながら簡単に例でご紹介します。で、相対問題は何だったかっていうと、ちょっとここではあれですね、不等式標準形で書いてます。今、これ主問題と呼ばれている普通の、なんだっけ、不等式標準形の線形計画問題があるとすると、その相対問題と呼ばれるのは、この右のような形で書ける問題でした。ですね。で、重要なのは何かっていうと、今これ X っていうのは、これ N 次元ベクトルです。変数です。で、Y っていうのは、これ B 点値 Y なので、この B の次元、つまり M 次元になっているという形になります。で、気分としては何かっていうと、これもともと、X の変数 X が N 次元で、AX 大なりイコール B っていうこの、不等式が M 個ある形になってます。で、その M 個、制約の個数が、この相対問題の変数の数、変数のベクトルの次元になっている、という形になっていて、で、この相対問題のこの、制約ですね。A 点値 Y、小なりイコール C。これはこう C がこう出てきますから、これ C の次元、これ N ですね。ですから、元々の主問題の変数の数っていうのが、相対問題のこの不等式制約の数になっているという形になっています。だから、まあ、標語的に言うと、標語的かどうかわかんない。これは事実ですけども、主問題の変数の数と相対問題の制約の数が一致していると。で、主問題の制約の数と相対問題の変数の数が一致していると。で、一致してる、実はこれ一致してるだけじゃなくって、これはちゃんと対応してたりします。で、これ対応してるとかっていう、の言うことをやろうとすると、いわゆるなんか相補性定理とかってことをちょっと言い出したりしなくちゃいけなくなったりして、大変なので、あんまりやりたくないんですが、だからまあ一般論としては、これぐらいのことに留めておきます。で、
で、この、立場を見て、先ほどのビンパッキング問題の例をちょっと見てみましょうと。これビンパッキング問題です。これ先ほど作った例です。1234122っていう5つのパターンだけを見たときにできた線形計画問題です。で、これ線形計画問題です。先ほどのその、不等式標準形の形してますから、先ほどの手順を使って、この相通問題を作れるわけです。で、これちょっと作ってみました。で、これは、制約が4つありますから、それに対応して4つ変数が出てくるって形になってます。はい。で、元の問題、変数が5個ありますから、それに対応して、こちら側、相対問題には5個の制約が出てきているという、こういう形になっています。で、まあ、これちょっとまとくと、上の方最適解はなんか00111という形になって、下の方は00111という形になったりします。で、皆さん覚えていれば、相対定理というものがあったので、この2つは、最適解を持てば、その最適値に一致すると。この場合3という形になっているという形になります。で、先ほどですね、列生成法においてやったのは何かっていうと、上の問題で変数を追加することによって最適値を下げられますかっていう話だったわけです。で、それは列生成法でした。で、今やるのはですね、実はその列生成っていうのは、この相対問題において制約を追加して最適値を下げられますかっていうのと全く同じですってことを言いたいわけです。それは制約を追加して最適値下げるって言ってるので、切除平面法なわけです。で、実際どうか。じゃあ今この上の問題に、X13 という変数を追加しましょう。こんな感じですね。X13 追加しました。で、そうすると、変数の部分じゃなくて、目的関数の部分に X13 プラスされて、1と3というアイテムに対応するところに X13 が入ってくると。こういう形になります。で、そうすると、この追加した変数に対応して、この今追加した問題の相対問題を作ると、その追加した変数 X13 に対応する制約がくっついてきます。で、まあ、この場合、これちゃんと G と眺めて書くと、これ Y1 プラス Y3 小なりイコール1っていう制約がついてくるということになります。でそうすると、先ほど、列生成法で上でやっていたのは何かっていうと、X13 をこう追加して最適値を小さくできますかっていう話だったんですけども、それは、相対問題の方で見ると、新しく Y1 プラス Y3 小なり効率という制約を追加して、最適値を小さくできますかっていう問題になってるわけです。いいですか？もう一度言うと、上の問題と下の問題の最適値は一致しますから、下の問題、上の問題の最適値を小さくしようとしていることと、上の問題の最適値を小さくしようとしていることと、下の問題の最適値を小さくしようとしていることは、等価です。で、その操作が上の方では変数を戻すっていう操作で、下の方では制約を追加するっていう操作になってるわけです。で、制約を追加して小さくできますかって言ったら、つまり何かっていうと、この Y1 プラス Y3 小なりイコール1っていう不等式が、この最適解によって満たされるか満たされないかということを考えるって話になるわけです。あ、つまり、で、だからこれ実際、これはその Y1 プラス Y3 小なりイコール1っていう不等式をこの最適解これ満たしてますから、この制約追加することによって、この場合は、最適値が小さくできないということが、ま、結論できるわけです。で、まあ、この原理は、その前回やっていた、あれですね、切除平面法の原理と全く同じだということになります。ということ、形で、まあ、上の元の問題における、その列生成法の考え方が相対問題における、切除平面法の考え方に、まあ、そのまま対応していると。ということが、まあ、この例から分かってもらえるといいかな、というようなお話です。よろしいでしょうか。だから、まあ、その列生成法の、説明として、この相対問題を考えて、相対問題の切除平面法なんだよっていうような説明をするような、文献もあったりします。で、まあ、それはその相対問題になれば、それでいいんですけども、ちょっと皆さんそうとは限らないので、今回は、まあ、上の方の話を、まあ、使って説明したという形になります。はい。ですね。で、じゃあ、これで、今日の、授業は終わりになります。はい。それでですね、もう一度言いますね。来週はありません。で、年明けなんですけども、2回、ラグランジュ緩和って話をしたいと思います。今までですね、線形計画緩和っていう緩和を使ってたんですけども、もう少しですね、その違う緩和問題の作り方があって、でそれがそのラグランジュ緩和っていうものなんですけども、これが、また、整数計画問題を解くときによく使われる手法ですので、これをご紹介したいなというふうに思っております。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。
ありがとうございました。